長崎県立長崎南高等学校は、長崎県長崎市上小島4丁目にある県立高等学校。略称は南高。長崎高を見下ろす高台に立っている。真理と正義を求め、一位学問に精進する態度を養う。優れた知性と実践力を養い、積極、創造の気概を新規する。 正しい判断力を育て、自主、自立の生活態度を確立する。部活動を奨励し、明るく、たくましい心身を培う。豊かな上層と強い連帯感を養い、奉仕する心を育てる。遠隔の中にもあるように、2004年度から2006年度までの3年間、文部科学省から、スーパーイングリッシュランゲージハイスクール研究開発校に指定されていた。 これを機に、英語コースを設置し、学校設定科目として、アクティブイングリッシュ i2 を開講さらには、海外語学研修等を行っていた。2008年度に、海外語学研修を終了。2009年度で、英語コースを廃止したが、英語コースで行ってきた教育を活用するために、2009年度以降、学校設定科目、 アクティブイングリッシュ i2 を1年生や2年生、文系選択者全員対象に開講している。また、海外語学研修は、国内型語学研修に切り替え、2年生希望者を対象に、APU で7月下旬の3泊4日の、季語学研修を行っている。ありがとうございます。